はい。こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、小さなでございます。今回は、公認心理試験対策講座オンライン1分チャレンジ過去問アレンジ問題、オピオイドの副作用というテーマで、回答までは1分程度でお話をしたいと思います。こちら、弊社のアットセカンダリーアンダーバー JP という Twitter アカウントなどで出題させていただいた問題でございます。こちらの答え合わせをしていきましょう。 流禅はオピオイドの副作用としての頻度が高いマルかバツかの二択でございます。 セカンダリーでは試験に向けた対策ページを解説しております。公認心理士対策セカンダリーで検索。ぜひアクセスしてみてください。それと、この動画シリーズの URL リンク一覧は本動画の説明欄、概要欄にございます。ぜひチェックしてみてください。さて、いかがでしょうか回答を申し上げてしまいます。こちらの問題、回答は×でございます。無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございました。えっ、ー、と、そうですね。まず、流然っていうのは、